変身と、ということで今日から始まった仮面ライダーストア in オキシアミスミの会場からお伝えします。今日が初日ということで、朝から子どもから大人まで多くの方が来場されているということです。この時間もですね、皆さんお好きなグッズを見るなどして楽しんでいますよ。まずは今朝の様子をご覧ください。朝の8時ぐらいからは並び始めましたね。 SNS 上とかで待ってきて、鹿児島で出るんだってなって、やっぱこういうショップを出すのが少ないので、鹿児島って結構嬉しかったですね、見た時は。やっぱりやばいっすね。グッズがありすぎて何を買うのか分かんなくなる。自分も明日もちょっと行く予定ですよ、友達と一緒に。はい、何時間行ったこと教えてみたい。ちょうど平成ライダーが好きで、それで一緒にあの仮面ライダーをテレビで映して見てます。はい、男の子の変身ポーズ可愛かったですよね。桃高さんの変身も良かったですよ。すごく熱心ですよね。ありがとうございます。ちょっとあの男の子の可愛さには負けますが、ありがとうございます。もう皆さんすごく熱心なのがこう伝わってきますよね。本当に仮面ライダーは子供から大人まで多くの人の心を掴んでいるというのが伝わってきますよね。ここからはこの仮面ライダーストアの見どころをなぎさんにお聞きします。なぎさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この仮面ライダーストア、鹿児島初上陸なんですよね。はい、現在放送中ので、令和5代目の仮面ライダーガッチャードはもちろん、はい、これまでの昭和平成ライダーシリーズのグッズ、うん、さらにはですね、ここでしか販売していない限定グッズやお土産やプレゼントとしても喜ばれるお菓子など多数展開しております。本当に文房具からバッグ、はいはい、着るものまで本当にいろいろありますよね。そうですね。そしてこの入り口にあるこちらのこうキャラクター像がまた目を引きますよね。はい、皆さんこう会場に入ってこられたら、やはりこうすぐ写真をこう撮られている姿が多く見られましたよね。はい、左が平成シリーズ最初の仮面ライダークーガ、はい、そして右が令和シリーズ最初の仮面ライダーゼロワン。私はこう赤と黒のこのクーガがこう印象に残っているなという気がするんですが、やはりこう時代とともに仮面ライダーもこう変化していってますよね。そうですね。でその仮面ライダーの変化がこちらで分かりますよね。はい、で会場にはですね、このように昭和から最新の仮面ライダーまでずらりと並んでいるんですよ。これファンの方にはたまらないですよね。たまらないですね。はい、スタジオの村川さん、はい、はいはい、ちなみに村川さんがよく見ていたという仮面ライダーはどちらになりますか？もちろん昭和の1号2号 V3 までですね。あ、ですよね。こちら今、見ているとまた懐かしく思ったりされるんじゃないでしょうか。いや、今見てもかっこいいですね。かっこいいですよね。本当に全部かっこいいですよね。そしてじゃあここからはですね、そのようなこうかっこいい仮面ライダーの、はい、しかもこのストアでしか手に入らない限定グッズを紹介していきます。よろしくお願いします。はい、まずはこちらですね。そうですね、トレーディングレッドフレームマグネットコレクションと言います。はい、こちらがですね、全6種類のうちどれが当たるかは開けてからのお楽しみとなっております。はい、はい、こちらフレームの赤がですね、桜島のマグマをイメージしたレッド仕様となっておりまして、キャラクターもレッドを基調としたものをピックアップしております。これもう6種類全部集めたくなっちゃいますよね。そうですね、揃えたくなりますね。ありがとうございます。はい、そしてこちらのクリアファイルもかっこいいですね。はい、かっこいいですね。こちらがですね、2ポケットメタリッククリアファイルといいまして、うん、こちらがですね、仮面ライダーストアのメインポスタービジュアルをそのままクリアファイルにしたものとなっておりまして、はい、ストア限定の商品となっております。ありがとうございます。はい、そして私これも、はい、さっきからずっと可愛いなと思ってたんですけど、はい、
こちらがですね、イマジンズふわふわポーチと言いまして、仮面ライダー電王のキャラクターであるイマジンをパスケースにしたものとなっております。はい、名前の通り、うん、本当にふわふわなんですよ。触ってて気持ちいいですね。はい、そしてこのチャック開けますと、はい、中が結構たくさん入りそうですよ ね。結構大容量となっておりますね。小物とか小銭とか入れたりとか、とても使い勝手が良さそうな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、そして本当にいろんなグッズがあるんですが、このストア内で税込み3000円以上の購入で、特製のこちらのですね、ステッカーがもらえるということなんですが、こちらなくなり次第終了ということですので、ぜひ欲しい方はお早めにご来場ください。そしてここで週末のお出かけ情報を一つお伝えします。こちらです。明日あさって鹿児島市吉野町で家づくり丸わかりフェスタが開かれます。屋外の特設会場にキッチンなどの住宅設備や関連企業が集まり、家づくりに興味を持っている方のさまざまな疑問に答えます。あさってにはポニーや羊などの動物たちと触れ合えるイベントも開かれますので、参加してみてはいかがでしょうか。そしてこちらの仮面ライダーストアは今月31日までの開催です。皆さんぜひお立ち寄りください。そしてこの後午後6時台の中継でも仮面ライダーストアからその魅力をたっぷりお伝えします。お楽しみに。楽しみに。今日から始まった仮面ライダーストアインオプシアミスミの会場に来ています。こんばんは。今日は初日ということで、朝からオープン前からですね、行列ができていました。そして今日は金曜日の夕方ということで、今の時間帯ですね、多くの人たちが訪れていて、親子連れの姿も多く見られますよ。この仮面ライダーストア会場にはキャラクターの像や仮面ライダーのボードが並んでいまして、仮面ライダーの世界観をたっぷりと楽しめる空間となっているんです。そしてですね、こちらには300点を超える商品が並んでいるんです。中にはこのストアでしか手に入らないものもあるんです。スマートフォンのケースや、こちらの帽子リバーシブルで可愛いですよね。そしてポーチやマグカップもあります。もう子どもたちが可愛いですね。皆さん仮面ライダー楽しんでいます。おもたかさんが着てるその T シャツも売ってるんでしょ。そうなんです。こちらも売ってるので、ぜひ皆さん今日ちょっと着させていただきました。すごく気に入っています。かっこいいです。かっこいい、かっこいい。そしてこう入り口にある、ありがとうございます、入り口にある仮面ライダークーガと仮面ライダーゼロワン、こちらの像の前でやはり写真を撮る方々が多くいらっしゃいました。そしてこちらのメダルキーホルダーはですね、限定で、さらにこの鹿児島のストア限定なんです。なのでここでしか本当に手に入らないんですね。かっこいいですよね。重厚感があります。で、裏を見ますと鹿児島と書かれていまして、記念になりそうですよね。そして続いてご紹介するのがこちらの変身サウンドカードというものなんですが、こちらはスマートフォンで変身音を楽しむことができるというものなんです。実は私先ほどですね、 QR コードを、読み取りましてですね、はい、インストールしてみたんですよ。うん、これすごいんですよ。聞きたい。押しますと、お、中さん聞こえます？あ、聞こえる。はい、こういった変身音が61種類もあるということなので、ファンの方はいろんな変身音を集めたくなりそうですよね。そしてグッズももちろんなんですが、このストアはオプシアミスミ内にあるルックスミスミの特設会場で開催されているということで、このように仮面ライダーに関する書籍もずらりと並んでいるんです。仮面ライダー大全、そして小説、さらに写真集まで、
本当にさまざまなものがありますので、グッズとともにこちらも楽しめそうですよね。こちらの仮面ライダーストアは今月31日までの開催なんですが、今年の夏、昭和、平成、令和と仮面ライダーの50年の歴史を体感できる展覧会が鹿児島市で開催されるんです。テレビ、映画の撮影で実際に使用された小道具や懐かしの変身ベルトなどが数多く展示される仮面ライダー史上最大級の展覧会が7月13日から8月25日まで鹿児島市の黎明館で開催されます。今月はポップアップストア、そして夏はザ・仮面ライダー展でお楽しみください。では、ここからは見どころを、なぎさんにお聞きしたいと思います。なぎさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こちらですね、現在放送中の令和5代目仮面ライダーガッチャードはもちろん、これまでの昭和平成ライダーシリーズのグッズ、さらにはですね、ここでしか手に入らない限定グッズやお土産やプレゼントとしても喜ばれるお菓子など多数ラインナップをしております。はい、本当に子どもから大人まで楽しめますね。はい、仮面ライダーストアは、今月31日までの開催です。ぜひ皆さんお越しください。お越しください。